はい、到着しました。はい、ただいま到着しました。ここはですね、ウォルマート、日用雑貨品とかいっぱい売ってるよね。何でもある、何でもあるお店ですね。こちらですね、と始めますよ。はい、初期たち、いろ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 必要なもの買いに行きましょう。 Let's go。 ボーイチャンネル。いろんなとこにアメリカの旗があるの可愛いね。じゃあお兄さん、カートお願いします。カートね、カート、カート。とりあえず超絶広い。化け物？かわいい。ハッピーバレンタインデーでしたね。よし、行こう。次なる目的は何ですか？タッパーですか？これはタッパーじゃないよ。フライパンがあるけん小さく見えるね、のんちゃん。こちら需要見つかないな、どれでしょう、教えてください。あ、ティファールあるよ。わからぬ、ティファールこびりつかんじゃない。ファールはなんかこのセットみたいないと。あ、女でもね。ようやく3分の格闘を終えて1つティファールが決まりました。さあ、続いて戦いとなるのはこの鍋ですね。あら、のりこはフライパンはないけど、まあいいか。フライパンはい、大丈夫です。よし、壮絶5分を超える鍋フライパンコーナーでした。さあ、こちらはですね、僕のお弁当箱の洗濯に来ました。さあ、僕のお弁当箱の容量はいかに。ゴミ箱、これはゴミ箱、ちょっと開けてみて。これ、これ違う、左のそれそれそれ。さあ、ゴミ箱は外れません。小さな巨人原のりこ、独身女性から既婚女性になりましたが、しかし抜けませんでした。4ドルのゴミ箱に敗北を喫した。26歳。ちなみに何を手に取ったか、これはキッズサイズのコーナーですね。果たして、あれ、身長155センチないだ、これ
キッズサイズの L サイズのボーイズのスウェットを買っちゃいました。買いましたね。5ドル。5ドルそう、あら、マリコのズボンも5ドル。広いな。次は何ですか？はい。すごいね。でこ。マジ。なんか見たら久しぶりに食べたくなっちゃった。ビールコーナーですね。種類多すぎる。さあ、今は1年くらい禁酒を頑張っていて、ノンアルコールビールを探しております。なんかね、めっちゃくちゃちっちゃくね、ノンアルコールとか書いてあると、だけどマジで何がノンアルコールかはよくわからん。探すのに一苦労すぎる。あるらしい、ちゃんと。見た感じ、見つけれなかったですね。あとこのビッグ日本にもあるっけ。めっちゃでかい。さあ、わかりませんでしたね。私の好きな IPA。店員さんもすごい必死に探してくれてる。本当にマイナーなんだろうね。頑張れ。まだ見つけてくれないから、お先に牛乳コーナーです。ミルクはね面白いぐらいいっぱいあるけどね、こんな大きくてもね、200円とか250円とか。何リットルなんだろうね。 3.78 リットルだって。なんかね、1% のミルク、2% のミルク、3% のミルクみたいな。低脂肪とかそういうことなのかな。そういう感じがいっぱいある。こういう大きいのもあるけど、でもちっちゃいのもあるよ。よくわからんから、いつもね 1% ミルクにしてる。こんな 1% ミルク。やっと1個ゲット。あ、ハイネケンのノンアルコールだよ。すごいね。ハイネケンのノンアル。これ見せて。この辺にアルコール分かりにくい。はい、ちなみに乳製品も、乳製品が安いの。牛乳とかね、ヨーグルトとかね、卵も安い。これもだって150円。あれ、ちょっと一緒か。チーズでも、こっちはヨーグルトだね。うん、牛乳のやつとさっきのやつ伝えたよ。安いよね。やばいよね、これ。こんな牛乳見たことない。あ、こうちゃんが持ったらすごいちっちゃく見える。なんだろうこれ、それ漏れるから気をつけて。すぐ割れるよ。マジで。海鮮食べたいね、普通に。日本の海鮮が恋しい。まあでも恋しいっつったら恋しくなるけん、恋しくないって言う。1ドルです。すげー安い。
18度で。マジ食べ方がわからないんだよね。焼けばいいのかな。10度でくらいするの。18って書いてある。あ、ほんとに。こっちは10度、まあ、焼けばいいのか。さあ、冷凍食品コーナー、こちらの海鮮コーナーと縦横無尽に駆け巡る。ティラピア、ティラピアって何？さっきからティラピアしかなく。私何でしょうね。これは私コーナー、ここが目線ぐらいなんですけど、もう上とかどうやって取るっちゃう？ジャンプですかね。これはしんどいな。届かんわ。なんか本当面白いのがさ、調味料コーナーで、ここビネガーとかさ、ビネガーだけでこんだけあってさ、こっちはオイルでしょ。オイルってこんだけだ。もう分からん。これね、シュガーのコーナーだね。フラワー、小麦粉とかパン粉とか、彼女の目に映るものは調味料ですね。調味料が一番よくわからん。3割数が多すぎるけど、なんて書いてあるかそもそもよくわからんから、時間かかるさ。買い物終了。もうちょっと最後疲れちゃったから、もう回しながら疲れた、うん、大体1時間ぐらいの買い物するとかかる、ね、ちゃんは疲れた。疲れる、もう疲れる。最後の方はどうでもよくなる。そして欲しいものがなくなる。じゃあレジですね。そう、ちなみに洋服も売ってるの。もうマジで何でもある。